室町幕府八代将軍足利義政の妻日野富子がやばい。おっと、義政には今参りの局という愛人がいた。今参りの局は義政の母のような存在であったにもかかわらず、その女性を愛人にするという変態っぷりを発揮していた。今参りの局は制裁気取りで政治にも口出ししてたため、日野富子とかなり仲が悪かった。そして日野富子の第一子は生まれた日に亡くなったが、これを人々は今参りの局が呪い殺したと噂した。日野富子はこの噂を利用し今参りの局の処罰を夫に要求した。確固たる証拠はなかったが、足利義政はバックにいろんな人がついている日野富子に逆らえなく、今参りの局悪罪になり流刑地に向かう途中に自害した。その後日野富子は義久を出産し、義久を将軍にするため夫の弟足利義実を殺害しようとも企んだ。何でもするのだ。これが応仁の乱の一つのきっかけとなった。そして日野富子は日本三大悪女の一人として君臨する。